はい、皆さんこんにちは。ヒロンガです。ってわけでですね、今回の最強魔王フェスということでですね、第4弾ですね、なんと風化ゼノということで、僕はですね、はっきり言って覚醒魔王が来るかななんて思ってたんですけれど、いやー、風化ファンとしては嬉しいような、こっちの風化かいっていう突っ込みたいようなね、複雑な気持ちでございます。ってわけでですね、じゃあ、魔石が少ないんですけどね、回していきたいと思います。はい、じゃあ早速ですね、まず風化ゼノのですね、性能の方を見ていきたいと思います。はい、クラスが夢見ぬ無敵乙女ということでですね、またここもねちょっともじった感じが面白いですね。ステータスやっぱアタックが高いですね。今回はねこの風化と一緒、そして主な登場作品はねもちろんディスガイア RPG キャラということでですね、まあ、本編の4には出ていないキャラとなります。で、マビリティの方が剣ですね。剣の装備キャラの 15% でっか、しかも全能力でしょ、うわ強。そして自分が単体攻撃で与えるダメージが 60%、 すごいっすね。これもバルッチでさえ 40% とか 45% だったと思うんですけどね。でマイバットが1番ということで、剣装備時に消費がマイナス 15%、 めっちゃすごい。そして単終了時に自分のアタックとディフェンスが7ターンも 7%、 すごい、ほとんどずっとじゃんこれ。技も優秀ですね。全体攻撃のね、低 SP もありますし、もちろんですね、自分にね、かけるですね、うわ、ゲージ200のアタック 30% でしょ。すごいな。で、その殺人魔球ゼノも見てみたいっていうことで、あとですね、魔法の方が、星属性の、まあ、スピードアップ系ですね。まあ、でもなんかですね、7月からね、この、デバフの方が変わってしまうから、もしかすると行動力の方がメインになってくるかもしれないですね。いや、魔改造を見ながらも思うんですけれど、これからの時代はですね、デバフよりも行動ゲージを利用したパーティー、そしてクリエイターアサギも大活躍するんじゃないかなってことが予想されるような第4弾の最強魔改フェスになっております。魔王フェスですね、ごめんなさい噛んじゃった。そして声優さんが変わらずね、三森さんですね。あ、声がほとんど変わんない。この辺はなんかゼノっていう割には結構風化、なんかね、もっとなんか風化ゼノっていうからなんか重々しいような声がしてるんかなと思ったら、完全に風化の声と変わらないですね。まあ、ちょっとお姉さんっぽい雰囲気が出てるかなっていう感じの三森さん、素敵です。ありがとうございます、風化様。はい、それではですね、風化ゼノのですね、楽しみがね、増したということですね、ぜひぜひね、当たんないとは思うんですけれど、とりあえずね、確率 0.3% にかけてね、いきたいと思う。おーし、とりあえず、金の壺が来た、ここは当たってほしいな、お願いいたします。とりあえず、雰囲気は1個ですね。まあね、これね、昇格とかってほしいんですけどね。さあ、誰が来る、誰が来る、ドキドキする、来い、セラフィーヌー、セラ様、何体目だ、合体させれば10突いくな。はい、というわけでね、結果は残念でしたけれどね、とりあえず星4が当たりましたってことですね。ぜひぜひね、第4弾のね、最強魔王フェス、ぜひぜひ皆さん引いてみてください。それではご視聴ありがとうございました。またね。